足利義明は、室町時代の室町幕府、第二代将軍。初代将軍、足利高氏の着難。母は、鎌倉幕府最後の執権、北条森時の妹で正室の赤橋高子。生命は、源義明、宝岐国戦場さんにて挙兵した、五代五条高討伐のために、父、講子が、鎌倉幕府軍の総大将として上落した際、母、 高子と共に、北条家の人質として、鎌倉へ留め置かれた。孔子が丹波国で幕府に反旗を翻し、京都の六原丹大を攻略すると、幼い千獣王は、足利家,家臣に連れ出され鎌倉を脱出し、日大義定の軍勢に合流し、鎌倉攻めに参加した。この際、千獣王は、父の名代として、家臣らの補佐により、鎌倉攻め参加の武士に対し、 軍中城を発布し、後に足利氏が武家の統領として認知される短所を作る。これが新田義貞と足利高氏の関係が悪化するもととなる。県務の申請では、叔父の忠義に支えられて、鎌倉に置かれ、高氏が県務政権から離反すると、父と共に南朝と戦い、主に鎌倉に置いて関東を統治した。高氏による、 幕府開府後、足利家の執事である、孔諸直と高氏の弟の足利忠義の対立が激化して、感動の情乱が起こり、諸直のクーデタにより、忠義が失脚すると、義明は京都へ呼び戻され、忠義に代わり幕府の政務を任される。昌平六年八月には、高氏が忠義派に対抗するために義明と共に南朝に降伏し、十一月に年号を、 南朝の将兵に統一する将兵一党が行われる。翌年に南朝方の北畠近房や楠木正則らが京都へ進行すると吉明は京を逃れて大御国へ避難した結果、黄金、光明、須光天皇の三上皇及び皇太子の時期等し真皇を奪われたが、官皇の年号を復活させるとともに兵を募って京都を奪還し、 三種の神器のない状態で新たに、五皇言天皇の即位を実現させる。また、昭平八年六月、昭平十年一月にも、イボ兄の忠冬や山名時トらの構成により、一時的に、京都を奪われている。足利義明像。当時院の木像を模写した者、昭平十三年四月に、高氏が没し、十二月に義明は、誠位大将軍に任命される。 この頃には、中国地方の山梨や大内市などが教会定まらず、九州では、金長新王などの南朝勢力は健在であった。早速、河内や紀伊に出兵して、南朝軍と交戦し赤坂城などを落とすが、一方幕府内では、昌平16年に、細川清氏、畠山国清と対立した清吉長が南朝へ降り、さらに出事の清志市までもが、 佐々木同様の残限のために離反して南朝へ降るなど、権力構想が与えず、その隙をついて、南朝方が一時京都を奪還するなど政権は流動的であった。しかし細川清氏や畠山国清が滅ぼされ、昭平17年7月、清氏の失脚以来空席となっていた、官僚職に柴義行を任命。昭平18年には、大内氏、 山梨が幕府に帰参して政権は安定化し始め、二期吉長やも思い恒、し常、石頭よりふさも幕府に帰参し、南朝との講和も進んでいた。同年、吉明の失踪により、直線は下州の十九番目に当たる、新州岩下州は、五光金天皇より臨時が下った。昭平二十年二月には三条訪門、までの工事の進定に移っている。この間に吉明は、 訴訟制度の整備に着手し、表情集、引き付け集を縮小して、将軍の震災権の拡大を図った。温城寺と南禅寺の争いでは、今川定代,代に命じて、温城寺が管理する大阪関東を破却させた。昭平22年に柴氏が一時失脚すると、細川寄幸を官僚に任命した。昭平22年1月。 即室の木良子との間に生まれた幼少の着男吉光を細川頼之に託し、12月7日に病により死去した。去年38、死の2日前に花城多量に紛失したと、三条、金忠の日記、後熊前は伝えている。なお、同年3月5日には、弟の元氏が吉明に先立って死去している。死の間際、 天竜寺の俊奥妙派と当時時の木案がたらい、すすぎなどの心身を清める仏寺を行い、吉明を見取った。遺骨は神奈川県鎌倉市上妙寺公明院に納められ、神奈川県鎌倉市随泉寺を呼び、神奈川県鎌倉市円覚寺を売院も分骨を許可された。その他の寺は吉明の異名にないとして、分骨を許可されなかった。なお、 京都府京都市右京区佐賀野の,の法教院及び、全入山法教院及び、静岡県三島市の法教院にも墓標が存在するが、史実としては不明。三条傍門に邸宅を営んだため、傍門殿と呼ばれた。また、室町末明から、花亭を買い受け別邸とした。後に、花亭は、足利家より、津港上皇に献上され、戦闘御所となったが、 第三代将軍義満は再び皇室から、花亭を譲り受け御所とした、世に言う花の御所である。日付以降ー旧歴法名は、法教院随三道圏。御所は、京都府京都市北区の一万年山等寺院。また、京都府京都市右京区の全流山法教院や、静岡県三島市川原ヶ谷の地福山法教院にも、伝承がある。 法教院本記録上では、吉明の画像はいくつか確認できるが、現在そう言い伝えられている作品は、これ以外ほとんどない。美術史学者の米倉道夫は、新五次三蔵の一つ、伝藤原光吉像について、足下が吉明像とする新説を唱えている。伝光吉像の要望が、当時印像に告示しており、共通の死刑をもとに制作された可能性が高い。 ことが根拠である。また、日本中世史家の黒田秀夫は、米倉の論史や、当時の政治状況を踏まえて、新五寺三像のうち特に、セット性が明瞭な伝源の頼朝像と、伝兵重森像がそれぞれ足利忠義像と、足利高氏像とすると、残りの伝光義像は、吉明像としか考えられない、と論じている。一方、 従来のインポンについてみると、本作品が発見され、吉明像とされたのは、意外に新しく、戦後になって、日本史学者の赤松俊秀によって紹介されてからで、ある。しかし、インポンの面棒表現を比較すると、東人像やあるいは伝光千像よりも、暗黒寺にある高内像との共通性が感じられる。また、 法教院は幕末に知事全くの廃止になり、吉明像は大正8年に法教院が再興された時に他からもたらされた外然性が高いことから、法教院本は吉明ではなく、高氏像である可能性が指摘されている。当寺院像、万那寺像、随仙寺像当寺院像は幕末に尊能上位派により、高氏、 吉光の木造と合わせて山上瓦原に教授されたことで有名。足利義明木造古典、太平記では他者の口車に乗りやすく主食に溺れた愚鈍な人物として描かれているが、実際には父の高氏が不在の際に反税令を発して武家の経済力を確保する一方、伊賀兄のた冬からの信仰により幕府が窮地に陥った際も、 人難の戦いから、京都市中での合戦でこれを破るなど、内政や軍略で功績を残している。さらに細川清氏の失脚や、芝氏の一時失脚に乗じて、守護勢力を抑制し中央の将軍権力を高める、などの政治力も発揮している。また、吉明時代に、大内博代、山名時氏ら有力守護をはじめに木吉長や桃井、ただし常、 石頭よりふさも幕府に帰算しており、彼の知性に南北朝道乱をほぼ収束させて、幕府政治に安定をもたらしたことも無視できない。欧州には石橋宗義を、九州には芝氏常、渋川義行を派遣したが、九州平定は実現しなかった。太平記は義明が母子、細川頼行が官僚に就任する章で物語を終えている。 高氏同様に文人でもあり、レンガや和歌が多く、後世に伝わっているほか、昌平22年3月には、京都の新玉津島神社において、新玉津島シャウダ合わせを開いている。また、尾道に、天寧寺を建立した。性質は、足利一族の渋川幸子だが、彼女との間に生まれた男子は創生。その後しばらく子に恵まれず、後継ぎを得たいためか不明だが、 国家の娘や天皇に仕える女官など多くの女性と、交わり、吉明は人居になって、寿命を縮めたと言われている。吉明の遺言に、自分の成長後、かねて折り警護していた、官派や指示の楠の木正行の墓の傍らで眠らせ、玉えとあり、遺言通り、正行の墓の隣に墓が建てられた、という伝説がある。これは、令和3年4月に、法教院。 第二世委員授の呉家が記したと称する記事に基づく。しかし、南北朝時代を専門とする研究者、藤田誠一は以下の点からこの伝説に疑問を投げかけている。ただ、足利将軍家が楠木氏を警護していたのは、足利氏よりの師匠、梅松論で楠木正成が、天才部略の師として、英雄氏されていることなどから事実である。吉明が、 第一声印呪の木案を推計していたこともあり、そうした経緯からこの伝説が生じた可能性はある。ありがとうございます。